トークです。ふみです。わがてびです。今回兵庫県にある進学校紅葉学院やってきました。はい、ここでロケが紅葉学院ハイスクール調査。おー、やめます。いや、どこここ兵庫県のね、まあ、西宮市になるんですけど、はい、名門高校です。あ、そうなんですね。はい、ここのね紅葉学院でハイスクール調査やっていきたいと思ってます。はい、わかりました。どんな高校なのか気になります。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄か Twitter とインスタのも絶対お願いします。それこそキャンパス調査スタート。わかって TV。 さあ、紅葉学院、はい、進学実績どんなもんですか？そうですね、進学実績、2023年度最新版です、はい。東京大学36名、京大47名と、医学部も33名かってます。すげえわ、やべえわ。中高一貫男子校ですよね。はい、灘、紅葉、東大寺、まあ、御三家、うん、関西御三家の一つと言われてます。うわー、なるほどですね。で、ここちょっと人もいないんで、うん、ちょっと下降りて駅の方でインタビューしていきたいと思ってます、はい。何年生ですか？高3です。高 3, 高3。おお、なんかギャラリーの人もね、こんだけ人集まってるよ。そうそうそう、ね、志望校はどこですか？志望校一応京大か阪大を。はあ、京大か阪大。憧れてんのか俺に。はい、やばい。紅葉の魅力みたいなって教えてほしいなと思うんですけど、うん、高速が緩いってとこですかね。緩いんだ。じゃあ普通の高校やったらこれ NG やけど、紅葉やったら許してもらえてるよみたいな例とかあります？髪型なんでもいいです。なんでもいい。服装は、うん、あ、なんでもいいです。これ私服なんだ。私服です、はい。制服はないんだ。制服もちろんないです。なしで、スマホとか。スマホとか余裕で大丈夫です。スマホ持ち込み OK？ 持ち込み OK。 使うのは？使うのももちろん。え、授業中使っていいのスマホ？いや、まあダメなんですけど、まあ、何人かは使う。何人か使ってる。隠してね、はい、使えば OK。 なんか寄り道禁止とかの学校もあるよ。寄り道全然大丈夫です。やっぱり寄り道してるから、はい。何年生？高3です。高3受験だ、ね。志望校は？東京大学。東大目指してる。紅葉、やっぱここがすごいみたいなったら教えてほしいです、うん。何やろう、でも全部ちょっと奈良に負けてて2番手っていう感じが。おい、そっか、目の上の単行部奈良がおんのか。塾行っても長いの人がテストで上位を取って。うわー、そうか。僕らはもうシルバーコレクターというか。シルバーどこの塾行ってんの？僕は寸大行ってるんですけど。寸大の職職奈良がいて、西山北口、はい、寸大のね、西北の校舎で、はいはい、奈良がやっぱハブリッカしとる、はい。鉄力会とかもかぶるんちゃう？鉄力は僕行ったことないですけど、友達の話によると奈良ばっかり SA 行って、こういうはもうそこの全塾で奈良に負けとる、東大寺は奈良のトップみたいな近くあるし、はいはいはい、洛南は京都トップって自覚あるから。そうですね。紅葉はちょっとそこは弱い。ずっとなんかおるなっていうのなるほどね。何年ですか？高2っす。高2、ね、志望校どこですか？うん、京大理三。東大理三です。マジ理三。理三の卵。あ、でもやっぱ京大薬学部。急に下げた。めっちゃ下がった。紅葉ライフどうですか？楽しいですか？結構自由っす。あ、自由だよ。どんなとこ楽しいですか？休み時間っす。休み時間、はあ、みんなどんな遊びしてんの？紅葉スマブラしてます。スマブラ。ちっちゃい画面にみんな。あ、みんなで、ね、あの、繋げて、はい。え、てかそんなんさ、バレたらめっちゃ怒られるんちゃう？オッケーです。あ、ゲームオッケーな。すげえ。いや、めっちゃ自由。紅葉のここすごいよみたいな、こんな天才がおるよみたいな話とか。なんかそんなんないですか？天才はあんま聞かないですけど。天才聞かない。天才は灘に取られとる。やめろ。立地の悪さはピカイチです。いや、そうなんですよ、思ったよ。マジでやば。いや、紅葉園からどんぐらい歩くの？まあ、7、8分ぐらい着くんですけど。おー、坂道がきつい。いや、そう、坂道がね、坂道やばいのよ。あれも毎日歩くんでしょ？毎日歩く。いや、もう足腰やばくない？強くなる。たまにタクシー。タクシー。進学校の序列が気になるんですけど、はい、まあ、灘がトップやとして、次こうよ。次こうよ。おいおい、ライバルは洛南とか東大寺。いや、東大寺はまあ強いですけど、洛南は群馬が多いんで、あ、お任せする数で数打ち当たる戦法。はい、西山と最近伸びてる噂。いや、西山とはちょっと分かんないです。聞かない。西山と有名。紅葉が2番なんや。2番、絶対2番。絶対そこは自信ある。あります。上に弱く下に強い。やめろお前。中間管理職博多レン。何年生ですか？高3です。高3。志望校は？東大です。あの、京大の文学部です。あ、京大の2番手に甘んじてるか。やめろお前。どうですか、紅葉ライフは？楽しい。楽しい。はい、なんか一番の思い出とかあります？うん、紅葉学院。紅葉は文化祭じゃなくて、はい、音楽と展覧の会っていう。音楽と展覧の会。音楽会と展覧会が一緒で、うん、で、音楽会で、あの、各クラスでその合唱するんですよ。その合唱の音楽会と文化祭がその合同でやる。なんかメジャーな曲を歌うの？この間のアンケートやと、なんか可愛くてごめんが1位やったりしたんですけど。おい、可愛くてごめんよ。あれを男ののぶとい声で歌おうってなってたんですけど、ちょっと辛くなっちゃいました。あら、気になるわ。あの歌ええ曲やもんね。中、はい、うん、賢くてごめん、兄弟深くてごめん。
高校生は恋愛どんなとこでするんかとか気になるんですけど、さっき音楽の展覧の会で、結構女子高生が来るんですよ。やっぱりそうなんや。どこから来るんですか女子校、新女と神戸女学院、江南女子、江南女子、周りの公立のところから、公立からも来んねや。あら、でそこで出会ってみたいな。はなんかナンパしてナンパされてみたいな。ナンパしてナンパされて、ナンパされたんちゃうん当然。いや僕はあの知り合いの女の子と一緒に。あなるほど、女の子が横にいたからナンパされんかったよ。君はどうやった？交換案の定です。あ他なんかあります？紅葉ならではのエピソードというか、運営してるのが酒の会社、ナダンゴその運営が酒会社なんですよ。あー聞いたことある、はい、学校法人が酒屋さん、はい、食品とかもその、発売してるんですよ。その運営が、運営会社が食品も出してる、はい、紅葉カレーって言うんですけど、それが紅葉カレー、うわ、はい、食いた。頭良くなる？頭良くなる？良くなりません。良くなるかお前。ちょっと DHA いっぱいなる。DHA そうなのね。えその親元が酒屋やからなんか地区とかあります？法人がタツーマっていう名前の。タツーマ、はい、で卒業式って、はい、タツと馬のそのかぶり物をして校長にその受け取りに行くっていうのがあって、うん、でそれを受け取ってその握手とかじゃなくてその頭撫でてもらうっていう。え校長先生もじゃあそのノリに付き合うねん。独特。東大って卒業式でふざける、まあそう仮装するコスプレする。あれが一説によるとそのうちの卒業生が持ってた文化。こういう発信なんや。はい、確かに仲良くしようや。いやいやいや、仲良くしようや。そう、くさーツッコミがするの。仮装したかったわ。何年生ですか？高2です。高2です。志望校順番に、はい、僕は東大です。東大、東大です。おー、東大、東大三刀流。これでちゃんと受かるからすごいよね。高2はね。そうですね。はい、自信ある。中大となっております。紅葉生やから許したろう。紅葉ならではの話、うん、紅葉エピソード聞きたいんですけど、はい、名物先生とかいないですか？あいます。おいる。いますね。名字が S で、S 先生、名前が T の先生。SD 先生、はい、1個の授業で10から20個は名言を作り出す。そんなに名言製造なの？短くて汎用性高くてズバリ言えた表現を何個も何個も連発して、ST56 があんねん。宿題を、ね、やって出すのが普通は当たり前って言われじゃない。まあ、宿題やってそらそう。でも出してないやつはもう仕方ないから期限になったら名前だけ変えて出せ。外見 100% 中身なんて関係ないっていう名言があって、それでも授業中寝てしまう時あるじゃないですか、はいはい、その時もバレないように寝る分はいいんだけど、突っ伏して寝だけは寝るなっていうので、外見が 100% って。外見がすべて、外見中身はいらない、中身はいらない。ビー山のことや。やめろお前。誰が外見すべてや。哲学の本が書かれてて、哲学の本書いてる先生が高野学院で教えてんねや。そうです、すごいやん。でもそのあんまり売れないんで。いやちょっと、いや意味ね、ちょっとね、買ったれよお前ら。いや3000円とかするんですよ。ボトルすごい高値で見つけてきて、なんかプリントの後ろとか自分のそうやつで宣伝してる。東大の先生なんです。あ、東大出身の、東大出身の先生で、すごいよ。だからもうその本は君たちには難しくて理解できないと思ったら、お父さんと一緒に読みなさい。どうしても買ってほしいんや。え、何年生の志望校は？3年で東大です。3年兄弟です。兄弟3年東大、3年で東大です。はぁ、東大兄弟。やっぱ紅葉学院やったら、最低でもここ行っとかなあかんみたいなのがありますか？気になる。確かに同志人が範囲かはなんか紅葉生じゃないみたいな。はぁ、範囲って言った？いや、範囲未満。範囲未満、え、レベル高っ。お前ダメやっちゃう。兄弟文系はダメ。文系だったら文系は東大じゃない。文系は東大じゃない。ダメ。おい、はい、アウト。アウト。じゃ紅葉あるある集めてるんですけど、なんかありますか？やっぱ7ライバル知ってる。ナダライバル視してる、はい、っていうけど僕らは全然気にしない。ナダにはかなわない。絶対勝てない。あ、紅葉のめっちゃ頭ええやつもおるわけやろ。そいつやったらナダと全然晴れたりもするわけやんか。多分勝てる。多分晴れてる。じゃあその話教えてよ、紅葉の天才。全国1位。え、全国1位が紅葉におんの？それは何の全国1位？海塾か寸大のプライムステージとか。プライムステージ。あ、難しいやつ。中高一貫校しか受けない、はい、進学校だけ。進学校の模試ですと、1位取ってたの。1位ですか？紅葉の希望。じゃあ紅葉あるある、他ある人。北高をバカにしてる。あ、そんなこと。バカにしてる人が多いです。まあ、君はバカにしてへんけど。まあ、全然バカにしてない。ほんまにバカにしてへんか。やめろ。西宮北高は、偏差値は低いです。あ、そうなんだ。はい、鈴宮春日のモデルの場所と言われてますね。はい、そうなんだ。めっちゃ有名やそんな。あ、西宮北高校の皆さん。紅葉学院にバカにされてる。やめろお前。おい、絶対マジ。おい。ああ、なんでもない、ごめんね。気にしちゃう。なんでもない、ごめんね。何年生？2年生。2年生。志望校は？医学部に。医学部。
まあ、理系の大学に行こうとか、なるほどね。東洋の人聞きたいんですけど、僕ら関西ってやっぱり東大をそんな意識することはないというか、はいはいはい、まあ、京大がぶっちゃけとトップなんですよ、はいはい、東大志望と京大志望って東洋の中でもやっぱレベルはちゃうの。なんか一人暮らししたい人とかは結構東大行きたい。そこの観点レベルそんなトントンみたいな。やめろお前一人暮らしするから通いかみたいな話で、ちゃうでしょ。それだけの差です。絶対東大と京大は一緒です。やめろお前、おい東洋生が言うなら分かるけどなお前が言うなら受験は結構恵まれてるんですか、紅葉って環境は。もう周りの友達とかがレベル高いんで。レベル高い。分からない問題とかも先生にまず聞くんじゃなくて、友達に。あ、友達が通して、友達分からんかったら先生聞く。大体の疑問は友達で解決できちゃう。いや、すげえ。毎日がチューターだ。その辺のチューターはいらない。やめろお前。無料の家庭教師。無料家庭教師。俺の明石北の友達使えへんかったら。やめろお前。友達悪く言うな。友達いねえんだから。そうです。紅葉学院ハイスクール調査やってきました、はい。まあ、名物先生がいたり、うん、面白い子が多かったり、まあ、レベル高かったですね。ですね、まあ、ただやっぱちょっとダダに勝てなくてちょっと2番手感がまあまあそう、ね、みんなありましたけど、まあ、その中でみんな楽しんでるというか自由な紅葉を楽しんでましたね。そうだから凡人高校に通ってる人らはこの動画見て、うん、あ、紅葉こんな頑張ってんねや、俺らも真似せなあかんなみたいな気持ちになってくれたら嬉しいですね、うん、ですね、はい。これからもハイスクール調査していきます。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。じゃあ今日この辺でボーイ。コクッテ TV 第3弾開催決定。素敵な出会いを求める男の子女の子大募集。若手 TV があなたをね応援します。詳細は概要欄をチェック。